はい、皆さんハローハロー、ベコです。お久しぶりです。はい、ということでね、今回はみんなの挨拶紹介やっていきたいと思います。それじゃあ行ってみよう。はい、ということでね、早速挨拶を紹介していきます。せーの、ドンと。いやーかっこいいな。はい、こちら、スズキのエブリーワゴン DA17WJP ターボですね。はい、で四駆の、オートマという形になります。はい、うん、めちゃくちゃかっこいいな、この黒いボディにエブリーワゴン、最高じゃないですか。はい、ということでね、ちょっとね、いつもとね順番が違うと思うんですけど、今回のオーナー様はかなりね頑張り屋さんで、自分にストイック、そして他人に優しいっていうね、そんな方なんですよね。それじゃあ早速見ていきましょう。せーの、ドンと。はい、来ました、かずみさんです。はい、ということで、今回のオーナー様は、義足の、方です。はい、なんでこのかずみさんのお写真を皆さんにね見ていただこうかなって思ったかというと、かずみさんのね、お話を聞いていくうちに、だんだんねちょっと自分がすごい勇気をもらったんですよね。かずみさんのお話をしていきたいと思います。でね、今からかずみさんからいただいたメールの文章を読んでいきます。はい、べこさん、はじめまして、ハロハロです。ハロハロです、かずみさん、ありがとうございます、お写真。はい、でいつも YouTube 楽しく拝見させていただいております、ありがとうございます。はい、で、まず、最初のお写真の自慢のカスタムポイント、リフトアップのみ、ショップに依頼しましたが、自分自身ね、身体障害者でありながら、その他のカスタムは全部自分でやったことかな。で、22歳の時に、仕事中の事故により左足が切断せずに、残った、足の部分や右足も複雑骨折やら脱臼やらで両足が不自由ということです。当時医者には、杖をつきながら数メートル歩くぐらいまでの回復しか見込めないと、宣告されたそうです。しかし、自分はそれが嫌で、超人的にとんでもなく、何年も何年もね鍛えたとしたら、健常者と、同等ぐらいまで復活できないかってお医者さんに、尋ねましたと、すると医者は、可能性はありますと回答していただいたそうです。で、かずみさんは、考えました。日常生活を送りながらも超人的に鍛える方法を、それで出た答えが、日常や仕事等の体を使うことを、時間が人よりどんなにかかってもいいから人に頼らず自分で、やり遂げるということです。はい、自分にとって日常生活や仕事等が困難なことになってしまったのなら、それを自分でやり遂げようと努力すれば、それ自体が訓練になるのではと、単純に考えたバカな答えです。いやー、全然バカじゃない。なので仕事は極力体を使う仕事を選び、日常も、家事や除雪等極力自分でやるを、何年も何年も貫き、それで今現在僕はほぼ健常者並みに復活していますと、今は仕事以外にも自宅の屋根、雪下ろしとか、除雪困難な高齢者、住宅の、ボランティア除雪とかもやってますよと。ですが、ここまでになるのは気の遠くなるような、年月がかかってますと、自分にとって愛車の DIY カスタムとは、楽しむだけではなくリハビリ訓練のような意味合いも、含めた、深い意味があります。はい、最初は、洗車すら、できなかった人間が、仕上げたエブリィだと思って見てくれると嬉しいです。最初は、車でなくて僕の足画像を送信します、笑いっていうことでね。でね、車好きならではのお話なんですが、義足もね角度調整とかをアライベント調整って言うんですよっていうことでね。はい、かずみさんのプロフィール、教えていただきましてありがとうございました。それじゃあね、早速ねかずみさんの愛称どんどん見ていきましょう。せーの、ドンと。かっこよ、
かっこいいですね。あれこれバンパーはあれこれエブリーワゴン？ん？あ、そうだそうだ。和美さんから結構ね、細かいところまでご説明をしていただいたんで、ちょっとそれ見ながら、簡単にねご紹介させていただきます。はい、まずね、DA17V のボンネットに、交換をしているというお話です。はい、で使ったものがサメキュー密着ロン、ホルツプラスアフ、ホルツカラーペイント ZJ3 ということで、エブリィの、ね、純正色ですね。でソフト99のウレタンクリアということで、全部ね市販のスプレー缶で塗装されているというお話ですね。めちゃくちゃ塗装上手ですね。はい、で続いて、ライドテックの、アッパーバンパータイプ1、そしてライドテックの、スキットバンパータイプ1ということで、それであと、まあ、気になったのが、サイドミラーですよね。はい、サイドミラーのカバーが若干つや消しっぽくなってますね。ちょっと説明見ていきます。はい、純正サイドミラーのカバーは付着ロンで足付けして、ラバーチッピング塗装ということで、これラバーチッピングなんですね。だからちょっと、まあ、つや消しっぽい感じになってるんですかね。うわーすごい細かいディティールですね。はい、でルームミラー、こちらも、純正のルームミラーを黒く塗装、理由は、ワイドミラーかぶせてますが、室外から見たときいかにも、ルームミラーの、カバーをかぶせてますって見栄えが、まあ、あまり好きじゃないようでして、エブリィは結構揺れるので、おそらく走行の振動によりミラーがブルブル触れるようになると思い、カバーをやめて塗装でワイドミラーと色を合わせてみましたということで、はー、なるほどね。なんかね、こうルームミラーがブラックだと、かなりね中が締まって見えますよね。あー、なるほどね。リコも実はこれ思ったことがあって、ルームミラーとあとピラーですよね、ここをねブラックアウトしたいなーってずーっと思ってたんですけど、和美さんに先に言われちゃいましたね。全然なってない。指パッチなんかあんまりうまくできないんですよね。はい、まあ、そんなことはどうだっていいですけど、でね、塗装レシピは、プラモデル用、ほう、すごい、プラモデル用の、ものを使っているので、やってる人じゃないとねわからないかもしれないんですが、ガイアノーツのマルチプライマーが、実は密着ロンと同じもの、へえ、ガイアノーツのエボブラックです。はあ、いやちょっとわかんないですね。でもプラモデル用のそういう塗料が車でも使えるんですね。その後の経年劣化とかっていうのが気になりますよね。和美さんどうです？だんだんちょっと色が薄くなったりとか、そういう印象あります？そんなに変わらないですかね、車用の塗装と。ぜひね、分かったら下のコメント欄に教えてください。それじゃあね、次の写真を見ていきましょう。せーの、ドンと、うわかっこいい、うわかっこいいなこれ。まずは、難関の、タイヤですね。はい、FT9 かな、はい、165-6514 の、マットテレーンを使われております。で続いて、ホイールですね。これ多分 MLJ ですよね。でナットも、ブラック、ショートのブラックを使われていて、で足回りですかね、はい、足回りは、リフトアップスプリングを採用されてます。はい、赤いスプリングかっこいいですね。はい、で、スプリングはマスターピースの 30mm アップスプリング&調整ボルト類を変更されているということです。ちょっと予算の都合上ラテラルロットだけは断念しました。でも今思うとやっぱりね入れとけばよかったかなって思ってるそうです。でマスターピースのスプリングの感想なんですけど、純正の乗り心地より少し引き締まったかなってぐらいの硬さで、乗り心地は極端な変化は感じませんということです。はい、まあ、純正より雪道の轍でのぐらつきが、軽減され、雪道運転が、安心になりましたということです。で和美さんの奥様も別の、車種を、所有されているということなんですが、奥様のお車に比べて、まあ、生活四駆とはいえ車高が上がった分、雪深い場所でのスタック等にも奥様の車よりはるかに強くなりましたねということで、雪国ならではのレビューですよね。それじゃね、ちょっとね和美さんのねお写真結構多いので、じゃんじゃんいきます。せーの、ドンと
かっこいい。いやー、標準ルーフもかっこいいな、やっぱり。はい、ということでね、リア周りもかなりいい感じに仕上がってますね。まずね、皆さんが一番最初に気になったのがこちらだと思います。せーの、ドンと。うわー、なんだこのマフラーは。すごい角度で折れ曲がってますね。これなんだろう。はい、ということで、マフラーのメーカーは、ライドテックっていうメーカーのようでして、出口部分だけが別にマフラーにボルトオンできるようになっているそうです。で、意外とね、回転数を上げると、いい音するよっていうことで、ぜひね、一回ちょっと聞いてみたいですね。じゃあね、先ほどの画像に戻ります。せーの、ドンと。はい、ということで、これね、結構いろいろね、和美さんやられてるんですよね。はい、まず、純正サイドステップ取り外しということで、エブリワゴンはサイドステップ外すとクリップ止めするための、鉄製のフレームがスポット溶接されているため、それが一番の難点でしたということですね。はい、で、自分はそのフレームのスポット溶接をグラインダーで破壊。おー、すごい。でね、タミヤのポリエステルパテを補修されたということです。で、ボディの下の部分のクリップ穴は覗き込まないと見えないので、元のクリップにコーキング剤を塗って、穴を塞ぎましたということです。おー、結構完成度高いですね。はい、でね、リアバンパーはやはりライドテックということで、塗装工程だとかは全てフロントと同じだそうです。はい、それじゃあね、細かく和美さんが仕上げたものを見ていきましょうか。せーの、ドンと。おお、あ、これあれか。うん、ちょっとまだ分かんない方いらっしゃると思うんで、次の画像いきます。せーの、ドンと。おお、なるほどね、ここに耐熱板なんでしょうかね、つけてらっしゃいますね。それではね、早速皆さんが気になる車内を覗いていきましょう。これね、まあいいや、ごめんなさい。じゃあ行きますよ。せーの、ドンと。来たー。いやー、もうね、写真見ただけでわかる、やってる。はい、ということで、かなりもう車大好きな和美さん、もういろいろね、見ていきますよ。まずね、一番最初に見えるこのステアリングですよね。はい、ということで、和美さんはモモステ派のようです。はい、でさらに言っちゃうと、D 型形状のモモステを採用されております。自分自身ね、D 型のステアリングって使ったことないんですよね。こうステアリングをこう回すときにっていうのはどうなんですか、やりやすいんですか。うん、昔プリウスとかで、D 型のステアリング採用されてた時もあったと思うんですけど、今もそうなのかな。実際に運転ってどうなんでしょうかね。ぜひね、和美さん教えてください。はい、でね、続いては、まあ、やっぱりこれ気になっちゃいますよね。この右フロントに設置してある、ピボットですかね、このメーターは。ちょっとね、和美さんのご説明見てみます。はい、ピボットのメーター DXB ですね。はい、でブーストメーターですが、 OBD2 にカプラオンで、取り付け完了なので楽ちんでいいですよということです。で、自分のはブーストプラス水温計か電圧計か、選択式で選べるやつです。で、水温を表示させてますが、エブリーは純正で水温がわからないので、ブーストアーツより水温の方が便利だなと思ってます。針の動きのレスポンスも悪くないので、本格的なブーストメーターでなくていいならおすすめできますと。ちょっとね、ピボットはやっぱり憧れるんですよね。で、あと細かいところを見ていくと、で、カーメイトの、これシガーソケット、まあ、増設ユニットも使ってますね。なんだろう、これ温度計みたいですね。はい、で、足元を見てみると、お、これペダル類変わってますね。ロンザのフットペダルを採用しているということで、で、このフットペダルに関してはエブリ用でないものを使っているということなので、アクセルペダルをぶった切って無理やり装着しましたということで、アクセルペダルの方をぶった切ったんですか。すごいな、かずみさん。それじゃあね、次は、ステアリング周り細かいところも見ていきましょう。せーの、ドンと。お、なんだこれは、なんか知らないパーツが2個ついてますね。自分のエブリーは JP ターボなのでスイッチ類が少なく、ただ黒いプラスチックの蓋が装着されてるだけの
見栄えがあまり好きじゃありませんでした。その辺のね、改造をいくつかご紹介しますということで、まず右上のやつですね、はい、こちらは、カーナビマイクを埋め込みましたということで、これカーナビマイクなんだ、結構すっきり収まってますね、はい、でメリットとしては、見栄えがすっきり、はい、デメリットとしましては、電話中に、バックギアに入れるとバック時の、PP 音が、あバック入れるとピーピーってなりますよね、多分あの音でしょうかね、はい、の音が、相手にかなり大きく伝わり声が聞こえないって言われたことがありますと、あそうなんだ、いやこれ結構いいなって思ってた場所なんですけど、まあそういうデメリットもあるんですね。じゃあ隣行きます、はい、青いね数字が光ってますね、はい、こちらはメーカー不明の USB& 電圧計を装着しましたということで、このスズキのインパネのスイッチに収まるようなこういう用品アイテムが出てるんですね。あこれ便利だな、ここにね USB の差し込み口があると iPhone とかねポケット Wi-Fi とか充電できそうで便利ですよね、うん、こんなのもあるんだ、ちょっと自分も調べてみようかないいなこれ、しかもね取り付けそんな難しくないと思うんですよね、これ目比べたみたいな感じでパカって簡単にね、取れるからね、あとは電源どこから引くかですよね、うん、それじゃね次は反対側も見ていきましょう、せーのドンと、お？なんだこれ、スイッチ類を上にまとめて、あーはい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 、あってことはこれ下にあったやつを全部移設してるのかな、うん、でカーメイトシガー装着で外した純正カードケースを埋め込みます、これって何、あこれセンターにもともとあったあの灰皿のところのカードケース、これを移設できるの、ワンコのおやつや小銭類を入れてます、はい、それじゃあねこれちょっと気になるんで詳しく見ていきましょうか、せーのドンと、はあ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 、はい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 、こんな感じで小物入れられるんだ、すごいな、いやこれはすごい、これダッシュボードのカバーのスイッチの枠をカットしてレール用の溝を掘り、カードケースのレールにはまる部分も軽く削ってはめ込むだけのお手軽改造ですってこれ和美さんすごい、しかもなんかこう右のポケットがあるっていうだけですごい利便性上がりそうですね、いやーこれは参ったな、これ全国のエウリーノリの皆さんの参考になるカスタムじゃないですかね、セカンドシート2室もうすごいことになってます、はい、それじゃあまずはセカンドシート見ていきましょう、せーのドンと、あーなるほど、セカンドシートは結構でもだいぶすっきりされてますね、うん、とにかくね綺麗はい、気になるのがやっぱりこのセンターのアームレストのところですよね、これも DIY で制作されたんでしょうかね、それじゃあね皆さんお待ちかねの荷室に回っていきたいと思います、くーワクワクしますね、それじゃあいきますよ、せーのドンとなんだこれすごい、おーすごいすごいすごい、はあはあはあ、なるほどね、ワンちゃんが2人いるってことで、これは本当にワンちゃん仕様になってますね、じゃあちょっとね細かいところ見ていきましょうか、せーのドンと、はい、ということで、あいろいろね小物が収納されてますね、運転席側後ろの部分ですね、棚を作成されたということですね、はい、上のイレクターパイプ棚と車体のサービスボルト穴に固定されています、作成された時ね、窓にめり込むように作るのが大変でしたということで、あ確かにそうですよね、ただしっかり綺麗に窓枠に合うように設計されてますね、で収納されているものは、簡単な生活用品を、積み込み、それとあとコーヒーやカップ麺程度ならアルポットでお湯沸かして作れるようになってますということで、はあなるほど、いいですね、ちょっとしたあのお仕事のね休憩中の時とかね、ここからいろいろ取り出してみたいですね、それじゃあね反対側も見ていきましょうか、せーのドンと、後方の助手席側ですね、はい、ワンコの休憩場所メインで、休憩台の下はワンコのトレイが入っています、おー
画像にはちょっと映ってませんが、トレイは夜間もシガの LED ライトで明るくなるようになってます。で、見てみたいですね。この台はボルトオンとされておらず、車体にぴったりの寸法で置いてあるだけなので、簡単に取り外し可能ですということですね。あー、なるほどね。かずみさんのエブリィワゴンのラゲッジルームはかなりね、機能性に優れてますね。それじゃあ、この下のやつは何なんだろうな。ちょっとね、見ていきましょうか。下の見えないところには仕事道具だったり、水、アルポット、あとは、カップ麺、ワンコグッズ、十字レンチ、リード線、パンク修理キットや、空気入れなどを入れているとのことです。マフラーの関係でスペアタイヤがないため、そういったね、パンク修理剤とか、積まれてるんですね。なるほど。でね、最後にちょっとかずみさんから、いただいたメールの文章を読ませていただきます。はい、まずね、冒頭にお見せした、かずみさんの足の写真ですね。で、自分が事故直後そうだったんですが、車好きの人がある日障害者になったからとの理由で、急にね、車にね、興味がなくなるっていうわけでは、ないですからねということですね。で、きっと、どこかにいらっしゃるであろう今現在、怪我や、病気などと、戦っていらっしゃる方で、車好きの方もしくは、アウトドア好きの方などの方々に、ベコちゃんを通じて自分の愛車紹介動画が、少しでもね、そういった方たちに、何らかの、励みになってくれれば嬉しいと考え、今回ね、写真を送ってくださったということですね。はい、ということで、あのね、かずみさんから、いただいた、ご連絡に対して本当にね、今回勇気をいただきました。うまくね、ちょっと言葉に表せないんですが、自分自身もね、やっぱり普段からいろんなことを悩んでたんですよね。例えば、こういった YouTube で動画を投稿することに対してやっぱり批判だったり、茶化してくる方々も、少なからずいたんですよね。なんか自分の悩みが本当にね、ちっぽけだなって思ったんですよね。ですが、悩みの、大小っていうのは、人それぞれ違ってくるとは思うんですけど、自分自身ね、頑張れば、かずみさんのようにね、楽しいね、未来が待ってるっていうことで、本当に勇気づけられました。で、かずみさんのおっしゃる通り、万が一ね、日本のどこかで何か悩んでる方がいらっしゃったら、今回の動画を通じてね、その方のエールになれば幸いだなと思っております。まだまだ引き続き愛車の写真を応募しております。よろしければ動画の下の説明欄のところに応募フォーム貼ってありますので、ぜひね、そちらからお願いいたします。はい、ということで、今回の動画がいいねって思っていただいたら、ぜひね、いいね評価とチャンネル登録の方お願いいたします。それじゃあ今回はこの辺で、バイバイ。